スキリストの尊い血、私たちはキリストイエスによる贖いを通して神の恵みにより義と認められたのです。神はキリストを立てて、その血に対する信仰によるなだめの供え物とされました。それは神の寛容により過ぎ去った罪が許され、神の義が示されるためです。つまりこの時に神の義が示されるためです。それは神が正しくイエスを信じる者を義と認める方となるためです。ローマ人への手紙3時24分から26。そして彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また、杯を取り、感謝して彼らに与えて言われた。皆これを飲みなさい。これは、多くの人の罪の許しのために流される、新しい契約の私の血である。マタイ26時26分の28。彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また、杯を取り、感謝して彼らに与えて言われた。一同はそれを飲んだ。そしてイエスは言われた。これは、多くの人のために流される。新しい契約の私の血である。マルコ14時22分、24。そしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。夕食の後、杯も同じようにして言われた。この杯は、あなた方のために流される私の血による新しい契約である。ルカ22時19分から20。それからイエスは彼らに言われた。よくよくあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。そして私はその人を終わりの日によみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物です。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私に宿り、私もその人に宿ります。ヨハネ6時53分56。それで、私は今日、すべての人の血に対して潔白であることをあなたたちに証しさせます。私は神の計画をすべてあなたたちに告げることをためらいませんでした。ですから、あなたたち自身と群れのすべてに気をつけなさい。聖霊はあなたたちをその管理者に任命して、神がご自身の血で買い取られた神の教会を養わせているのです。使徒行伝20時26分の28。それなら、今やキリストの血によって義と認められた私たちは、彼によって怒りから救われるのはなおさらのことです。ローマ5対9、私たちが祝福する祝福の杯は、キリストの血の交わりではありませんか。私たちが裂くパンは、キリストの体の交わりではありませんか。コリント人への第一の手紙10時16分。食事の終わりに、杯も同じようにして言われた。この杯は、私の血による新しい契約です。飲むたびに、私を記念してこれを行いなさい。このパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時まで、主の死を告げ知らせるのです。ですから、
ふさわしくないままでこのパンを食べ、主の杯を飲む者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。コリント人への第一の手紙11時25分から27。神は、御心のままに、私たちをキリストイエスの子としてご自分の子とすることをあらかじめ定めておられました。それは、神の恵みの栄光を称えるためであり、神はその恵みによって、私たちを愛する者の中に受け入れてくださったのです。私たちは、キリストにあって、その豊かな恵みのゆえに、その血によるあがない、すなわち罪の許しを得ています。エペソ 1:5-7 しかし、あなた方は、かつては遠く離れていたのに、今はキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとされているのです。エペソ2:13、私たちを光の中にいる生徒たちの相続財産に預かるにふさわしいものとしてくださった父に感謝します。神は、私たちを暗黒の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちは、御子の血によってあがない、すなわち罪の許しを得ています。コロサイ1:12-14、そして十字架の血によって平和を作り、御子によってすべてをご自身と和解させてくださいました。地上のものであれ、天にあるものであれ彼によってです。コロサイ1:20、子ら血と肉とに預かっているように、キリストも同じように、それらに預かられました。それは、死の力を持つ者、すなわち悪魔を死によって滅ぼすためでした。ヘブル2:14。ヘブル人への手紙9、それから最初の契約には、神への奉仕の規定と、この世の聖書もありました。幕屋が作られました。第一の幕屋には、食台と、机と、備えのパンがありました。これは聖書と呼ばれています。第二の垂れ幕の後に、至聖所と呼ばれる幕屋がありました。そこには金の香炉と、周囲を金で覆った契約の箱があり、その中には、マナの入った金の壺と、芽を出したアロンの杖と、契約の板がありました。その上には、栄光のケルビムが食材所を覆い隠していました。これについては、今は特に語ることはできません。これらのことがこのように定められると、祭司たちはいつも第一の幕屋に入り、神への奉仕をしました。しかし、第二の幕屋には、大祭司だけが年に一度、血を流しながら入り、自分自身と民の過ちのために血を捧げた。聖霊は、第一の幕屋がまだ立っていた間は、死聖所への道はまだ明らかにされていなかったことを意味していた。それは、奉仕する者を良心に関して完全にすることができない供え物と犠牲が捧げられた当時の時代を象徴していた。それは、宗教改革の時まで彼らに課せられた、食べ物と飲み物、様々な洗礼、肉体の儀式だけであった。父キリストは、来たるべき良いものの大祭司として来られ、手で作られたものではなく、つまりこの建物のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通られました。子牛や子牛の血ではなく、ご自分の血によって、ただ一度聖書に入り、私たちのために永遠の贖いを成し遂げてくださいました。子牛やオスヤギの血、また雌牛の灰が汚れたものに振りかけて性別し、
肉を清めるなら、永遠の御霊によってご自身を汚れのないものとして神に捧げられたキリストの血は、なおさら、あなた方の良心を死んだ行いから清めて、生ける神に仕えるものとするでしょう。このためにキリストは新しい契約の仲介者なのです。それは、最初の契約のもとにあった違反を死によってあがない、召された者たちが永遠の相続の約束を受けるためです。なぜなら、契約があるところには、必ず遺言者の死がなければならないからです。遺言は人が死んだ後に効力を持つ。そうでなければ、遺言者が生きている間は全く効力を持たない。したがって、最初の遺言も血なしには奉納されなかった。モーセは律法に従ってすべての戒めを民全体に語った後、子牛とヤギの血を水と火色の毛糸とヒソプと共に取り、書物と民全体に振りかけていった。これは神があなたたちに命じた遺言の血である。さらに、幕屋と帽子の器すべてに血を振りかけた。そして、律法によってほとんどすべてのものが血で清められる。血を流すことなしに罪の許しはない。それゆえ、天にあるものの方はこれらのものによって清められなければならないが、天にあるもの自体はこれらのものよりも優れた犠牲によって清められなければならない。キリストは、真実の方である手で作られた聖書には入られず、今や私たちのために神の前に現れるために、天そのものに入られた。また、大祭司が毎年他人の血を携えて聖書に入るように、キリストが何度もご自身を捧げる必要もない。そうであれば、キリストは世の初めから何度も苦しまなければならない。しかし今、世の終わりに、ご自身を犠牲として罪を取り除くために一度現れた。また、人間には一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定められている。このように、キリストは多くの人の罪を負うために一度捧げられた。そして彼を待ち望む人々には彼は二度目に罪を犯すことなく現れ、救いに至らせます。子牛やヤギの血が罪を除くことは不可能だからです。ヘブル人への手紙10:4、兄弟たちよ、ですから、イエスの血によって大胆に死聖所に入ることができるのです。ヘブル人への手紙10:19。身の子を踏みつけ、自分を性別した契約の血を汚れた者とみなし恵みの御霊を侮辱した者は、どれほど重い罰に値すると思うだろうか。ヘブル人への手紙10:29。また、新しい契約の仲介者であるイエスと、アベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に、ヘブル人への手紙12:24。罪のために大祭司によって聖書に血が運ばれた獣の死体は、宿営の外で焼かれる。それゆえ、イエスもまた、ご自分の血で民を性別するために、門の外で苦しみを受けられた。ヘブル人への手紙13:11-12。さて、永遠の契約の血によって、羊の大牧者である私たちの主イエスを死から蘇らせた平和の神が、あなたたちをすべての良い行いにおいて完全にして、御旨を行わせ、御前にかなうことをあなたたちのうちに行い、イエス・キリストによってお心にかなうようにしてくださいますように、栄光が生々限りなく彼にありますように、アーメン。ヘブル人への手紙13:20-21。父なる神の予知によって、聖霊の聖化によって、
イエス・キリストの血の注ぎかけと従順とに選ばれたあなたたちに恵みと平和がますます豊かにありますように。ペテロ第一一対二。あなた方が知っている通り、あなた方は銀や金のような朽ちるものにはよらず、先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのではなく、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。1ペテロ1時18分、19。しかし、神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。1ヨハネ1対7。この方が、水と血によって来られた方です。イエス・キリストです。水だけではなく、水と血によって来られたのです。御霊が証をします。御霊は真理だからです。天において証をするものが三つあります。父、言葉、聖霊です。この三つは一つです。また、地上において証をするものが三つあります。御霊と水と血です。この三つは一つです。人間の証言を受け入れるなら、神の証言はもっと偉大です。なぜなら、これは神が御子について証言された神の証言だからです。ヨハネ第一号、6-9、忠実な証人。死人の中から最初に生まれたもの、地上の王たちの君であるイエス・キリストから、私たちを愛し、その血によって私たちの罪を洗い清め、神でありその父であるお方のために私たちを王とし祭司とされた方に、栄光と権威が生々限りなくありますように。アーメン、黙示録1、5、6。そして彼らは新しい歌を歌っていった。あなたはその書物を受け取ってその封印を解くにふさわしい方です。あなたははふられ、その血によってあらゆる部族、言葉、民族、国民の中から私たちを神のもとに救い出してくださったからです。黙示録5:9、私は彼に言った、主よ、あなたはご存知です。すると彼は私に言った、これらは大きな苦難をくぐり抜けてきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くした者たちです。黙示録7時14分、そして彼らは子羊の血と証言の言葉によって彼に打ち勝ち、死に至るまで命を惜しまなかった。黙示録12時11分、そして私は天が開けるのを見た。見よ、白い馬がいた。それに乗っている者は忠実で真実と呼ばれ、正義をもって裁き、戦いをなす。彼の目は燃える炎のようであり、頭には多くの冠があり、彼自身以外の誰も知らない名が書かれていた。彼は血に浸した衣を着ていた。その名は、神の言葉と呼ばれていた。そして天の軍勢は白い馬に乗り、白くて清い細目を着て彼に従った。黙示録19時11分14。キリストの血をじっと見つめ、神の目にその血がいかに尊いものであるかを見よう。その血は私たちの救いのために流され、全世界に悔い改めの恵みを与えた。コリント人への第一のクレメンス書簡4対5。また彼らは彼女に印を与えた。それは彼女の家から赤い縄を垂らすことであった。それは、私たちの主の血によって、神を信じて待ち望むすべての人々が救われるためであった。愛する者たちよ、あなた方も見なさい。この女には信仰だけでなく予言もあった。
コリント人への第一のクレメンス書簡6時10分。私たちのために血を流してくださった私たちの主イエス・キリストを敬いましょう。コリント人への第一のクレメンス書簡10:6。主は愛によって私たちをご自身と結びつけてくださいました。一方、主イエス・キリストは、私たちに対する愛のゆえに、神の意志により、私たちのためにご自身の血を、私たちの肉のためにご自身の肉を、私たちの魂のためにご自身の魂を捧げてくださいました。コリント人への第一のクレメンス書簡21:7。このために、私たちの主は、ご自分の体を滅ぼすことを許してくださいました。それは、私たちの罪の許しによって、つまり、ご自分の血を振りかけることによって、私たちが聖化されるためです。聖書はこう言っています。彼は私たちの背きの罪のために傷つけられ、私たちの咎のために砕かれ、彼の血によって私たちは癒されたのです。彼は、屠殺場へ連れて行かれる子羊のように、毛を刈る者の前にいる口の利けない羊のように、口を開かなかったのです。バルナバの手紙4:1-3。あなた方は神に従うものであり、キリストの血によって奮い立たせられて、あなた方に本来備わっている働きを完全に成し遂げたのです。エフェソス人へのイグナティウスの手紙1:3。テオフォロスとも呼ばれるイグナティウスは、アジアのトラレスにある聖なる教会へ、イエス・キリストの父なる神に愛され、神に選ばれ、神にふさわしいものとして、イエス・キリストの肉と血と受難によって平和を得、キリストによる復活を私たちの希望としています。私はまた、その完全な復活に祝辞を捧げ、人としての性格を持ち、その復活にすべての喜びと幸福を祈ります。トラレス人へのイグナティウスの手紙1:1。ですから、柔和な心で、主の肉である信仰と、イエス・キリストの血である愛と思って、自らを新たにしなさい。トラレス人へのイグナティウスの手紙2:7。私は神のパン、すなわちダビデの子孫であるイエス・キリストの肉を慕い求めます。また、私が切望する飲み物は、その血、すなわち朽ちることのない愛です。ローマ人へのイグナティウスの手紙3:5、テオフォロスとも呼ばれるイグナティウスは、アジアのフィラデルフィアにある父なる神と私たちの主イエス・キリストの教会へ。この教会は、神の調和の中に固く結ばれ、私たちの主の受難をいつも喜び、主の復活によってあらゆる慈悲に満たされ、憐れみを得ています。私はまた、私たちの永遠の汚れのない喜びであるイエス・キリストの血によって、この喜びをたたえます。特に彼らが司教彼と共にいる長老たち、そしてイエス・キリストのお心に従って任命された執事たちと一致しているならばなおさらです。主は、聖霊によって、ご自分の意志に従って彼らを固く固く立てられました。私たちの主イエス・キリストの肉は一つであり、その血の一致において灰は一つです。一つの祭壇、イグナティウスのフィラデルフィア人への手紙11:11。というのは、あなた方が肉体においても霊においても、主イエス・キリストの十字架に釘付けにされたかのように、揺るぎない信仰に定着し、キリストの血によって愛に堅固にされ、
主に関することを十分に確信していることを私は見てきたからです。スミルナ人へのイグナティウスの手紙1対3。誰も自分を欺いてはなりません。天にあるものも、栄光ある天使たちも、見えるものも見えないものも、君主たちも、キリストの血を信じないなら彼らは罪に定められるのです。スミルナ人へのイグナティウスの手紙2時12分。私は、あなた方の非常に立派な司教、尊敬すべき長老会、そして私の同僚である執事たち、そしてあなた方全員、そして特に一人一人に、イエス・キリストの名において、そしてその肉と血において、挨拶を申し上げます。肉体的にも霊的にも彼の受難と復活において、そして神があなた方と一体であることにおいて、イグナティウスのスミルナ人への手紙3時22分、天にあるものも地にあるものも、すべて彼に服従する。すべての生き物は彼を拝む。彼は勝者と死者の審判者となる。神は彼を信じる者から彼の血を求める。ポリカルポスのピリピ人への手紙1、7。しかし彼の戒めを守らない者は、自分の命から逃げ、それに敵対する者となる。彼の戒めに従わない者は、自らを死に渡し、自分の血に対して罪を犯す。ヘルマス第三書10時13分。ここで彼らは、これらのことをピラトに話そうかと、互いに相談した。彼らがまだ考えを巡らしていると、またも天が明け、ある人が下りてきて墓に入るのが見えた。百人隊長と彼と一緒にいた者たちは、これらのことを見て、見張っていた墓を出て、夜のうちにピラトのところに急いで行き、自分たちの見たことをことごとく話し、非常に心を痛めていった。まことにこの人は神の子であった。ピラトは答えた。私は神の子の血について潔白である。しかし、このことを決めたのはあなたたちである。そこで彼らは皆近寄ってきて、百人隊長と兵士たちに彼らが見たことを何も言わないように命じてくれるよう彼に懇願し、頼んだ。神の前に滞在を犯した方が、ユダヤ人の手に落ちて石打ちにされるよりましだと彼らは言った。そこでピラトは、百人隊長と兵士たちに何も言わないように命じた。ペテロによる失われた福音書1時11分。それから神の言葉がアダムに臨み、こう言った。アダムよ、あなたが血を流したように、私もあなたの子孫の肉となったとき、自分の血を流そう。アダムよ、あなたが死んだように、私も死ぬ。あなたが祭壇を築いたように、私もあなたのために地上に祭壇を築く。あなたがその上に血を捧げたように、私も地上の祭壇に私の血を捧げる。あなたがその血によって許しを求めたように、私も私の血を罪の許しとし、その中の背きを消し去ろう。アダムとイブの最初の書24:4-5。また、あなたが求めている命の水については、今日あなたに与えられるのではなく、ゴルゴタの地で私があなたの頭に血を流す日に与えられる。その時、私の血はあなたにとって命の水となる。あなただけでなく、私を信じるあなたの子孫すべてにとって命の水となる。それは彼らに永遠の安息をもたらす。アダムとイブの最初の書42:7-8。神はさらにアダムに言った。
私は差し貫かれ、血と水が私の脇腹から流れ出て、私の体に流れ込むとき、地上でも私にも同じようなことが起こる。これが真の捧げ物であり、完全な捧げ物として祭壇に捧げられる。アダムとイブの最初の書69、6。